どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、またねクレジットカードの 20% ね、ポイントバックキャンペーンが始まりましたんで、今回ね紹介していきたいと思います。で今回はですねセディナ自由だカード新規入会&利用で 20% 漏れなくポイントバックキャンペーンというふうになっております。まあ、重要なところはですねこちら現金ではなくてポイントでバックされるということですんで、まあ、その点だけはね間違いないようにしてください。それではね今回のキャンペーンの概要なんですけども、キャンペーン自体はもう始まっておりまして、期間は8月31日までっていうふうになっております。でポイントバックなんですけども、20% ポイントバックで最大1万円分のポイントまでというふうになっておりますんで、支払い対象金額はですね 20% ということなんで、5万円を利用すると20% で1万円分のねポイントが戻ってくるっていうふうになります。で、クレジットカードの利用期間なんですけども、こちら新規発行して入会月を含んだ3ヶ月以内っていう風になりますんで、今発行すると3月がね対象月に入りますので、3、4、5っていう感じで、まあ、5月までっていう風になります。でこちらのキャンペーンはエントリーが必須となっておりますんで、もしね参加されるって際は、確実にねエントリーしていくようにしてください。ちょっとデスクの方にですね、こちらのキャンペーンでね、クレジットカードを、電子マネーにチャージするみたいな形で、利用した場合、ポイントバックの対象になるかどうかね問い合わせたところですね、なるということですんで、もしねこちらで、電子マネーねチャージしたいよっていう方はですね、チャージも対象になりますんでね、こちらいいですよね。次に、このキャンペーンのエントリーの手順なんですけども、まずね、セディナナビに、ログイン、そこからお得情報に行って、キャンペーン情報から、ワクワクポイント、20% 還元のね、ところからエントリーするっていう感じになります。クレジットカードをね発行したら、エントリーだけね確実にするようにしてから、利用するようにしてくださいね。でこちらねセディナ自由だカードっていうのがね、まあ、今回この対象の、キャンペーンのクレジットカードなんですけども、こちらはね基本スペックなんですけども、まずね、年会費は無料です。完全無料ですので、ご安心ください。次にね貯まるポイントはワクワクポイント、まあ、こちらねセディナの、ポイント制度なんですけども、ワクワクポイントが貯まります。で、ポイントのね有効期限は、2年間っていう風になっております。で通常の還元率が 0.5% っていう風になってますんで、まあ、200円で1円っていう計算になりますね。で、ポイントのね交換先なんですけども、こちらザザッといっちゃいますね。7個、D ポイント、 AU ウォレット、 AU ウォレットポイント、ドトールカード、Amazon ギフト券、あと JAL マイルっていう風になっておりますんで、まあ、今回このキャンペーンでね、ポイントバックされるものは、このポイントでまあ利用するっていう感じになりますんで、まあ、おすすめとしてはですねやっぱり Amazon ギフト券かね、7個、まあ、JAL マイルっていうところですかね。でこちらのクレジットカードにねショッピング保険っていうのがね、ありまして、商品の破損とかね盗難とかね、最大50万円までね、購入日から180日っていうことで、まあ、かなりね長期間保証してくれる、まあ、クレジットカードっていう風になっております。でこちらねセディナのクレジットカードっていう風になっておりますんで、まあ、知ってる方多いと思うんですけども、このセディナのクレジットカードは、まあ、海外のねキャッシングにお得に利用できるってことで、まあ、結構有名なんですよね。ですので、まあ、海外旅行をね、よく利用されるっていう方はですね、まあ、1枚持っててもねいいんじゃないかなと個人的には思います。海外でねこのセディナカードを ATM でね利用する場合、 ATM の手数料がね無料だったりとか、まあ、利用したね、キャッシングに対してもですね、振込手数料無料でねペイジーっていうのでねネットでね、返済することも可能ですので、まあ、かなりねお得に利用できるっていうのがこのセディナカードなんですよね。でこちらのクレジットカードはですね、まあ、基本はリボ払い専用っていうクレジットカードになってるんですよね。出てきましたねリボ払い、うん、まあでもですねリボ払いって聞くとねちょっと嫌だなって思う方ねいらっしゃると思うんですけども、まあ私もねこのリボ払いって聞くとねあ嫌だなって思うタイプなんですけども、まあこちらのこのセディナ自由だカードはですね
三井住友のね、マイベースリボとね結構似てる感じで、自分で、このリボ払いのね設定額っていうのを自分で利用決めることができるんですよね。っていうことなんで、まあ、今回ね、このキャンペーンだけ狙っていくっていう方はですね、まあ、最大、対象支払い金額が5万円っていう風になっておりますんで、まあ、その設定金額をね、5万円までにしとく、まあ、もしくは5万円以上にしとけばね、もし利用しても5万円分の請求がね、まあ、一気に来るように、まあ、一括のね、支払いでできるように、まあ、リボ払いね、専用のクレジットカードなんですけども、まあ、そのままね、一括のね、手数料なしのね支払いが利用できるっていう風になっております。最後にですね、こちらねセディナ自由だカードなんですけども、こちらね 20% ポイントバックキャンペーンねやっているにもかかわらずですね、ポイントサイトに案件あるんですよ。ですので、こちらポイントバックのねキャンペーンはまあ1万円分までのね、ポイントバックということで、ポイントバックが、まあ、1万円分ねもらえるわけなんですけども、こちらねポイントサイトを経由してね、発行すると、まあ、さらにね5000円分のポイントがねもらうことができますんで、こちらねかなりおすすめなんですよね。もちろんこのもらったね、5000円分のポイントも、JAL マイルとかね T ポイントとかね、D ポイントとかに、まあ、交換することができますんで、かなりおすすめとなっております。でポイントサイト EC ナビでねこの案件は今出てるわけなんですけども、こちらのポイント獲得条件なんですけども、新規発行後、クレジットカードの利用が3000円分以上でこの5000円分のねポイントがもらえるっていう風になっておりますんで、ポイントバックキャンペーンでね5万円分が対象支払い金額という風になっておりますんで、まあ、こちらのキャンペーンをね、まあ、利用していけば、まあ、自動的にねこちら EC ナビの、ポイント獲得条件もですね、一緒にクリアすることができますんで、かなりねおすすめっていう風になっております。ですんで、まあ、合計するとねセディナのね 20% ポイントバックキャンペーンで1万円分のポイントで、 EC ナビの方でね5000円分のポイントが、まあ、もらえるっていうことですんで、まあ、合計でね1万5000円分のポイントがねもらえるっていう感じになるんですよね。しかももちろんねこちらは、1万5000円分のポイントね、JAL マイルにね交換することもできますんで、20% ポイントバックキャンペーンね、まあ 20% キャッシュバックキャンペーンもね結構やってるんですけども、まあ徐々にね、まあ、私もそうなんですけども、どんどんね、クレジットカードを発行していって、正直ね私も 20% ねキャッシュバックキャンペーンの対象クレジットカード今もう手元にないんですよね、どんどん使ってって。ですのでこのセディナ自由だカードねかなり欲しいんですけども、まあ、3月入ってねもうすでに2枚クレジットカード発行しておりますんで、まあ、ちょっと4月に入ってね、案件があればねちょっと私もね狙っていきたいなっていう感じなんですよね。いかがだったでしょうか。今回はですねセディナ自由だカード 20% ポイントバックキャンペーンね紹介させていただきました。いや 20% ねポイントバックキャンペーン終わらないですね。利用する側にとってはねかなりお得なキャンペーンですので、もしね発行されてない方はねぜひ検討してみていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Thank you.